これからの風呂敷ということでちょっとお話しさせてもらいます。私たちが戦後にですね、第二次大戦の以降ですね、風呂敷がずっとこう大きく生産されて、その後衰退していくみたいなところもあるんですけども、いろんな商品に大体30年周期っていうふうなことが言われてまして、で戦後大体1945年から70年ぐらいまでのところっていうのは、いわゆる風呂敷が一番世の中で必要とされてたというのかな、物を運ぶのには必ず風呂敷がいるというふうな、袋も何もないような時代でした、レジ袋も何もないような時代でしたから、必ず風呂敷で買い物行ったり、物を贈答送ったりっていうふうに、実際の、いわゆる風呂敷っていう使われ方をしていたと思います。でその中で、いわゆる記念品的な需要っていうのもありまして、いろいろな会社が記念品であったりとか、ノベルティ引き出物というふうな形で風呂敷が生産されてました。だいたい70年から2010年ぐらいまでですかね。その間っていうのは、だいたいそういうノベルティ事業っていうのかな、そういうのが風呂敷の大きな需要でした。でこれからが、その未来に向かってっていう話、その後、その今そういうノベルティ事業がすごく減っております。なのでこれからどうなるかっていうところでだと思うんですけども、その辺はやはり以前は風呂敷ってもらってもタンスの肥やしになってましたけども、今はまた実際に使われ始めてます。いろんな方が柄が好きでとか、いろんなこと形で生活に合わせて風呂敷を使っていただけるようになりました。なので、企業のロゴが入ってなくって自分の好きなものを選ぶというふうなことになってきてます。なので今後ますますですね、今までは通やったり紙やったり、伝統の文様、日本の文様っていうのを主にデザインされたものが風呂敷として多く出回ってましたけども、今は琴直をはじめいろんなブランドのいろんなデザインの風呂敷が出回るようになってきました。ですので、お客さん の趣味嗜好に合わせていろんな形の風呂敷が出回ってくる、ますます出回ってくると思いますので、それに合わせて、自分の好きな風呂敷なり柄といったものが選んで、できればもっともっと風呂敷の需要が増えてくれればと思っております。